ばんは、シークエンスパパ殿でございます。政治ブツブツの時間でございます。ちょっとだけね、お付き合いください。この前ね、ちょっとコンビニでね、セブン銀行でね、下ろしたりね、ちょっとお金をこう他の口座に動かそうかなんて。ね、僕会社がね、労働組合から入ってくるお金っていうのがね、労金なんですよ。で、労金の指定している銀行っていうのはね、セブンイレブンですと、要は手数料は全然かかんないんですよ。そこで下ろしてね、自分の口座、他の口座に 入金しようとか、まあそういうようなことをやっていたらね、まあ普通はセブンイレブンなんてね、引き下ろすだけなんでしょう、きっと。後ろにいるね、人がね、せえよって言ってね、怒り出しちゃってね、年寄りなんてもういろいろこうやることが遅いもんだからさ、並んでるんだからさ、並んでるんだからさって言われたって、こっちだってさ、やることあるわけじゃないですかね。並んでる人がいるんだから、後ろの人を先にやらせるのがマナーだろうって言われたんですよ。どう思います皆さん。ね、タバコ吸っちゃうね。銀行の ATM が並んでました。目の前の人が、まあ、たくさん振り込みをするとするじゃないですか。例えばね、いろんなところに振り込む人とかいっぱいいるじゃないですか。ね、後ろ並んでる。その人はお金を下ろすだけかもしれない。そうすると、ATM に後ろに並んでたとしたらね、お先にどうぞって言って、その人を先に下ろさせるっていうのはこれマナーなんですか？普通の銀行でですよ。あんま見たことないの、そういうのね。ちゃんとみんな並んでると思うんですよ。ところがコンビニにある銀行の場合は、セブン銀行ねの場合は、ひょいと下ろせるという利便性だけが先に来てしまって、銀行業務の普通の ATM だっていうことを、忘れちゃってる。だからお金を下ろすだけ、そんぐらいのことしか用がない人ばっかりが来るもんだから、普通に銀行業務のことをやってると、なんだこのじじいおせえなっていうふうに思われちゃったみたいなんですよね。でもさ、僕はさ、その老金のね、なんていうのはそんなないわけですよ、あっちこっちに。だからセブンイレブンが手数料なしで使えるっていうことになってるわけですよね。他にもペイペイ銀行とか持ってます。これもセブンイレブンが指定、コンビニ指定になって、セブンイレブンが指定になってるのかな。これ僕はまあ内反なのかななんていうふうに思いながらね、ちょっと納得いかねえぞっていうふうに思いながらね、ご意見聞きたいななんていうふうに思ってますね。今回はね、政治ブツブツなんですけどね、皆さんこの岸田政権ってどう思ってます？アメリカにも挨拶しに行かないでさ、行こうと思った頃にはね、もうお呼びでないよみたいにされちゃってる。で、コロナ収まってた頃あったでしょ、全然人数がいなかった時。その時に当然のごとく海外で爆発的に感染してたんですよね、もうオミクロン株は。その時に、封鎖しなかったわけですよ。封鎖をする、そして、3回目のワクチンがもうだってきちんとかなりの数来ているにもかかわらず、3回目のワクチンを、打つことを、進めていかないで、封鎖して、そして開けちゃったんですよ。爆発的に関連するでしょ。順序としてはさ、まあ総理大臣になりました、あの人はコロナ対策万全にやるっていうことを公約で入れたでしょ。だったら3回目のワクチンを先に進めていって、打てる限り、ある限りのワクチンを打ち終わった段階がまで、封鎖するというね、完全に封鎖するということをしていれば、今みたいな現象にならなかったんじゃないかなっていうふうに
僕は思うんですけど、どうでしょうか。うん、僕の浅はかな意見ですけどもね。それとあとちょっとさ、だいぶ中国寄りじゃないですか、あの人たち。要は宏池会と言われるさ、中国とのさ国交を、樹立したね、戻した人たちの、まあ、末裔って言ったらおかしいですけどもね、手柄っていうものね、中国、大事みたいになってるんだけれども、ちょっと恐ろしいなって思うんですけど、どうでしょうね。この動画が配信された頃にはもしかしたらオリンピック終わってて大元になってるかもしれないですけどもね、そうならないことを願って、そうなってないことを願って、ますけどもね、選手団を人質に取られました。まあ何人でもいいですよ、ね、世界各国、そして香港に軍事的な介入があった時に、ちゃんと手出しできますかね。どう思います？思いっきり大事なさ、オリンピック選手人質に取られてて、それでどう思うかなっていうふうに思ってすごい心配しております。それと同時に、オリンピックに行く方っていうのは、まあ、携帯電話っていうものを当然新しいものを持たせて、いるんだろうなっていうふうに思ってるんですけども、まさかまさか自分の持っているスマホをそのまま持たせててさ、向こうで健康チェックのアプリかなんかを入れさせないよね。そんなことしたらさ、全部抜けますよ向こうに。オリンピックの選手団の人たちってやっぱりそれなりのお付き合いがあるから、政治家さんとかもつながってると思うんですよ。そういう方とのつながりをもとに、さまざまなものっていうのが全部いろんなところのものでもって向こうに抜けていっちゃうっていうことがあるんですよね。大丈夫かななんていうふうに思うのと、あとなんかこの技術的な提供っていうのでもってさ、約束しちゃったでしょ。なんか互いに技術は日本なんですよ、製造する力っていうのは中国のがあるでしょうけども、今マッハ5で飛ぶ、大砲をさ日本発明したじゃないですかね。その技術っていうかさ、そういうものっていうものも向こうに全部抜かれちゃうんじゃないかなっていうふうに非常に危惧しておりますよ。大丈夫なんですか、そんなことやってて岸田さん本当に。香港取られるでしょ、まあさ簡単に言うとですよ、尖閣取られます、何も文句言わないで、それで香港取られます、沖縄取られます、次に来るのは本土ですよ。もちろんそういうふうになってくるわけですよ。もがいたってしょうがない、経済的なものでもって全部取られちゃう、政治的に取られちゃいますよ。だってさ、外国人の二重国籍を認めろだとか、外国人に参政権を認めろなんていうことになった時に、ちょいと考えればわかるんだけれども、中国共産党からたくさんの中国共産党員を日本に送り込んで、例えば1年でも1年何でもいいですよ、日本でもって仕事をさせて投票権を得られた、そしたら中国と共産党員の人たちがたくさん選挙でもって当選するわけですよ。目に見えてるでしょ。10年かかんないで共産主義になっちゃいますよ日本が。そういうことも分からずに中国と仲良くしようとしている、宏池会、岸田政権というものに対して僕は非常に不安に思ってますけど、皆さんはどういうふうに思ってるかななんていう、動画でございました。ですね、ただいま九州沖縄地方から始まって、個別会、LINE を使った個別会をやらせていただいております。普段の個別会ですと60分という形でもって東京近県の方にお会いしているんですけれども、それはさすがに遠いのでかなわないので LINE を使ってですね、東京近郊の方と同じような形で初めのご挨拶の時間と最後のご挨拶の時間を合わせて、まあ、70分から75分の時間を取らせていただいてですね、あとは事前に私と LINE をつないで、
対面する方以外のお写真ですとかお家ですとか、そういったさまざまな情報っていうものを先に、お見立てする情報っていうのを先にいただいて、しっかりとしたね、1時間というお時間たっぷりとしっかりとお会いできればなっていうふうに思っております。そして、いつも個別会でね、何かエンチクリーンなものがついてますよっていう場合は、お取りするようなお札を書いたり、サインの色紙に、霊視の印をしたりするものも目の前で書かせていただいて、その場で封に入れるような形にいたしますと同時に、身を守る術として私がいつも身につけているようにしております、安価なものですけども、こういった五年珠ですとか銀色のブレスレットなんていうものもね、差し上げるようにしているんですけども、こういったものもね、合わせて差し上げるようにしたいなというふうに思っております。期間は、この動画の配信をする時間がわからないのでね、何ともわからないんですけれども、この概要欄の方とにあります運営さんの方にお問い合わせをしていただければというふうに思っております。九州沖縄地方限定でございます。およそ1ヶ月ぐらいの期間でもって北へ北へというふうに動いていこうと思っておりますので、どうか、たくさんの方のお申し込みをお待ちしております。まあそんなに僕もできませんのでね、1日に2組ぐらいが限度だっていうふうに思っておりますので、お申し込み結構早くパッと埋まっちゃうと思いますので、早めのお申し込みをお待ちしておりますというご報告でございます。ということで、ありがとうございました。政治ブツブツくだらないクソジジイの話でございますけど、不安は不安でございます。ハッピービームを送りますよ。ハッピービーム、ふんがふんがブオー、ベジータバイバイ。Thank you.